はい、ビートを刻め。はい、はい、ビートを刻め。はい、はい、ビートを刻め。はい、はい、ビートを刻め。やばい、チチミ。スタート。今日は何をやってるかってこちら。マクドナルドの新作が出ていたので、そちらを今日は爆食いしていきたいと。正解、おもうちゅうです。たらーん、ハワイアンパンケーキ。これでパンケーキっていうの？美味しそうですね。それとガーリックシュリンプ。今日がマクドナルドで江口以外を頼みが来るとは。あとナゲット、これあ、2つの袋で来るんだ。なんかあの10個のやつ、10ピースのやつを頼んだら2つの袋でやってきました。しかも1つの中にこうやってバーベキューソースが侵入している。くんだ、相当この家に来るまでの道は険しかったということが推測できます。砂利道ロードだったのでしょうか。それとポテト、なんかでかいねこの部署。あ、サムネイル撮るの忘れてた。やっぱやっちゃった。間に合わないっちゅな。間に合わないから何だって言うんだ。それとこちらのフィーズ、ハワイナウ、ハワイナウ、そういうキャッチフレーズなんですね。こちらのブルーハワイ、ブルーハワイと、なんかこちらのレッドオレンジみたいなやつ2個買いました。飲み物買いすぎくん、飲み物飲み物買いすぎくん、飲み物買いすぎくん、飲み物買いすぎくん、くんくん。これね、あのもしひよこの家みたいに、あの鬼ば、鬼ばあとか言っちゃいけないよね、あの鬼のようなお母さんをお持ちのキッズル、また中学生、高校生、大学生、誰だっていいんだけれども、そしたら、はい、はいとか言ったら多分縛かれると思うので、絶対にやってみてね。フェビ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 ゴー、フェビフェビフェビゴー。いやー、ひよこマクドナルドで舐められたもんだよね。こんなちっちゃいパンケーキ内部なんていらねんだよ。なんなら一口サイズだ。それではこのベリーベリーソースみたいなやつをかけて、プリ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 、うわー、おープリプリっていうよりブリュッて出たんですけれども、いただきます。いい意味でさ、全然想像していた味と違う。なんかいちごジャムみたいな感じかなと思ったんだけど、チャーリーとチョコレート工場みたいな味する。うまい、なんて説明したらいいんだろう。なんかあのいちごっていうよりさくらんぼ、いやなんかね、さくらんぼとかでもない、なんだろう、めっちゃアメリカンな味がする。ハワイだから、めちゃくちゃ美味しい。これから出るベリー系の味全部これにしてほしいってくらい本当に美味しい。じゃあ気のせいかもしれないから、あんまり断言はできないけど、パンケーキ自体がちょっとしょっぱい、うん、気のせいかも気のせいかもしれない。めっちゃ美味しい。これ初作りから頼むよかった今日、うん、ナゲットとか食べてる場合じゃねえから。なんかもう蓋がわけのわからないことになってるので、蓋なしで飲みたいと思います。あかんの、このさ、ほっ氷あるじゃん、信じられないぐらい細い氷、大好き。これマジで噛みやすい、そして継ぎやすい。ガストとかあのジョイフとか全部この薄い氷にしてほしいよね。くー、懐かしいハワイの味だ、行ったことないです。それではこちらのガーリックシュー、リンプシューをいただきたいと思います。だからさ、すごいボロ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 出てきてさ、楽しい、いや楽しいんかーいって言ってるね、ヒオラちゃんたちの顔が思い浮かびますけれども、いただきます。うん、なんか辛いものが苦手な方はお控えくださいっていう注意書きがあったんだけど、確かにちょっと辛いし、めっちゃ美味しい。こんなに成功することある？なんかさ、正直やっぱり新作食べても何これ、飲むこともあるかもしれない。美味しい。なんかね、塩辛い、ちょっと。なんか味濃いの大好きだし、塩とか大好きなんですよ、ポン酢とか。ポン酢は今の話に関係ないけど、とりあえず塩大好きなの、塩コショウとかね。そんな感じ？そういう系の辛さ。めっちゃ美味しい。うん。なんかさ、
テレビの光当たるからいいなと思ってテレビつけたままにしてるんだけど、今ちょうどマクドナルドの CM やってる太陽の果実&オレンジらしい、この赤いやつのジュースの名前ありがとうございます、教えていただいて。危ないですよ、もう撮影終わるとこでしたから。マジで美味しい。言うの焦ったんですけど、このドラミちゃんの可愛らしいヘアバンドも、何これ、赤いやつこっちにはないの、あるじゃん、このドラミちゃんのヘアバンドも、この可愛らしい赤ピンク、ピンクと茶色の半分半分のこのハートのパジャマもリスナーさんからいただきました、ありがとうございます。あのね、パジャマを送ってくれる人が意外にも結構いらっしゃって、めちゃくちゃありがたいです、ありがとうございます。夏物のパジャマがなくて困っていたんだけれども、この間着ようってんバカに買ってたじゃんって思うじゃん。いやそうなんだけれども、なんかやっぱり洗濯して乾燥かけてたら縮んじゃって、最初は腰の位置から足首まであったやつがどんどん膝下ぐらいまで登ってきちゃって、もうバッツバツになっちゃって着れなくなったりみたいなのがあって、そうどんどんなくなっていって、そう精神脱落していっていたところ、パジャマをこうやって支給してくださって本当にありがとうございます、助かるくんです。ジャンバーガー江口が大好きなんだけどさ、江口と同じぐらいって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、江口の次の次の次ぐらい美味しい、それって美味しいの、美味しいよ。マロちゃん夏休み充実ですか？ありがとうありがとうありがとうね。最近さ、もう金額がヤバすぎて、みんなに言ったらヤバがられそうだからもう言わないんだけど、車の修理出すって言ってたじゃないですか、私。さ、こっちが運転席側のドアを、親不孝っていうところがあるんですけど、福岡、親不孝の、なんていうんだっけ、パーキング止めてる時にちょっとぶつけられてて、それと、あとプラスでそこ、同じとこ自分でぶつけたんですよ。あと、こっち側の、左後ろの方は、水道管爆破させてたじゃないですか、私。あれ故障させていて、故障とかの傷がついていて、で、なんか車ってさ、部品いっぱいあるけど、もうさ、ドアの真ん中とかいったら、多分ドア丸々1個いかないとかさ、知らないんですけど、修理費用がバカみたいに高くて、びっくりしちゃった。マジで。なんかどうにか頑張れば車もう1台買えんじゃないのと思って、本当にびっくりしたんだけど、え？高すぎん？と思ってて、保険を適用しようと思ったの。でもさ、保険適用したらさ、なんか来年度から多分保険代が高くなるって言われたのね。勘弁してと思って、もうそれならもう保険使わないで払いますって支払って、その後にすごくショッキングなことがあったんだけど、もう話さないでおく、みんなになんかお前やばいよって言われそうだから、もう話さないでおくんだけど、一昨日マジでバッと入ってたから、ヒヨコもう生きていけないと思って、もうほんとにこんなさ、今こんな生きていけないとか言ってくる、もうこんなじゃない、生きていけんやんマジで、じゃもういやもう今やっとられん、ほんと今話しかけに乗ってマジで、じゃもうこんな状態だった、おとといずーっと朝起きてから夜寝るまでずーっとこんなんだったの、かわいそうとは思わんか、でよ、みんなさ、トイレを気にしてくれてるかもしれないですけど、3階のトイレ直しました、イエ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 イ、すっぽんでもうブン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 つきブン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 つきブーンってやったら直りました、本当に嬉しいくんだった、なんか熱いお湯入れたりさ、洗剤入れたりとかいうのをネットで調べていたから、まあやっていたの、実は直らなくても終わった、水のトラブルクラシアン、安くて早くて安心で0120500500クラシ安心クラシアンに、もう電話しないといけないかもしれないと思ったんだけれども、治りましたってさ、その時さ、ヒョウ言ったじゃん、みんなに詰まった後に、はい、ご飯食べてる
私は全然平気だけど、みんな大丈夫。あのご飯食べてる中に申し訳ないんだけれども、なんかあの詰まってる上に排便してしまって、それがどうしようって言ったら、みんなさ、私も排便したけど全然呼びましたよみたいなコメントたくさんあって、めっちゃ勇気もらったの。そういう人いたんだとか、いるんだと思って、めっちゃ勇気をもらって、これで治らなくてもみんな勇気をくれた中だから、火を頑張るんだよと思ったら治りました。本当にオリンピック以上に盛り上がった。それこそまさに、でもオリンピックほぼ全部見てるんですけれども、卓球のダブルスがなんか優勝だったっけ、わからない、なんだったっけ、見てたよ本当に。あのはやぶさ選手じゃなくて、なんだっけ、やばい、でもにわかだと思われちゃう。ちょっと待って、にわかじゃない、本当にめっちゃ熱中して見てるから。毎回なんだったっけ、あの信じられないぐらいかっこいいゴーグルみたいなさ、あのガンダム乗るときにつけるやつみたいなつけてる選手な、名前なんだったっけ、忘れちゃった。今日何これ喋り方、忘れちゃったとか、本当だとか、やばいよねもうなんか気持ち悪かった自分。ちゃんと喋れる、スーサイドスクワットあるんだ、みんな聞いた、スーサイドスクワット、テレビ見んなよ撮影中に、ごめんなさい、いや気になる、おお、スーサイドスクワットあるって、あ楽しみ、もう二度とテレビ見ません、ごめんなさい、あの光のためにつけてるんだけど、ちょっとパッと映って、あまりにもなんか絵柄が激しいからパッと見ちゃったら、スーサイドスクワットでした。はい、なんか今のご時世っていうかさ、今なんかいろんな恐怖症があるじゃないですか、集合体恐怖症とか高所恐怖症とか、なんか深海の恐怖症なんか知らないけど、なんかいろんな恐怖症があるじゃないですか。でもちっちゃい頃から閉所恐怖症で、狭いとかとにかく怖いの。だからね、なんていうの、普通に狭いとかだったらいいんだけど、もうこんなもう切迫してる空間が本当に怖くて、ちっちゃい頃から。でめちゃくちゃ怖いくせに、あの実家のテレビがさ、すっごい低いテレビじゃないや、机めっちゃ低いんだけど、その机がなんか、まあ、2層あるわけ、木、空間、ガラスってなってるのね。それで木と床の間が本当これぐらいしかなくて、でそこに入っていったら怖いなと考えながら、もう毎回入っていって、怖い怖い怖いって人になるのやってた。何の話だって感じかもしれないけど、今思い出したから話してみた。もうね、めちゃくちゃ怖いの。めちゃくちゃ怖いのに、なんだかしらなんか入っていって、毎回、その、なんていうの？あの、自分の思惑通りじゃない。もう終わっていいこの話。なんか別に面白くないし。うまっ！え？こっちか先に乗ればよかったってかい。うまい。は？ハワイっていいね。いつか行こうな、みんなで。最後の一口。うまい。残念ながら今回マクドナルド新作大食いに挑戦してくれたひよこさん、チャレンジ失敗です。ちょ、全部食べきれんかった。普通に何食べてこんなお腹いっぱいだったか、このハンバーグがめちゃくちゃボリューミーだったと供述しております。それじゃあみんな、今日も動画見たらいきなり終わるよな、本当にびっくりした自分で、めちゃくちゃいきなり終わるじゃんって今自分で思った。しょうがない、この人終わろうとしてるんだったら、もうこの人チャンネルとかそうなっちゃうんだよね、申し訳ない。今日みんな見てくれてありがとう次の動画でまたお会いしましょう。あにょん、早く寝ろ、仲良くね、誰と